皆さんこんにちは。千葉市の導きアロマサロン&スクールプルメリアの笠野麻里です。本日はお待たせいたしました。2023年秋の陰陽五行ゴールデンドロップについて動画でご説明させていただきたいと思います。なぜ私がこのコースをしたいかと思ったのはもう3年前からリリースしているんですけども、秋ってすごくこう空気が透明感漂っていくんですけども、同時に乾燥していくんですよね。そうなるとやはり皆さん免疫力って気になるんじゃないでしょうか。まあ本当に3年前からいろいろ騒がれていましたけども、なんか今も結構流行ってるみたいですよね。なのでまあ特に免疫力、あとは秋は結構バリア機能がすごくこう重要なんですよね。例えばバリア機能っていうと皮膚、外界と境界線を引いていますよね。まあ、そういったところを私たち意識的に守っていく必要があるんです。そしてもう一つ、今年は新たに新しく追加させていただきましたのがこちらのプラチナコスメブブと、あとはプラチナ飲料のこちらサイを使って、まあ、ドロップ、レインドロップみたいに体にドロップしたりとか、あとこう足の裏とかにこのプラチナ部分のお化粧品を塗布して、で整えていこうかなと思っています。でちなみにちょっと映りますかね、こんな黒いお化粧品なんですけども、この黒いのってプラチナなんですよね。皆さんちょっと意外だと思いませんか。プラチナって白金って書くんですよ。ですがこんな黒い色をしてるんですね。これは電位を伴っているもので、特にこの電気を放つことで体の抗酸化、サビを整えていくんです。で社長が言うようには、なんかこの眉のところとか、なんか肛門に塗るといいって言われてたんですよね。ただお客様の肛門に塗ることはできないので、まあ、ちょっと部分的に、特に今回足の裏を中心に使っていきたいと思います。では、今年の秋の陰陽五行ゴールデンドロップの全体像をご紹介させていただきます。あ、ちょっとその前に一つだけお話があるんですけども、半額以下で受けられる早割特典、3名様中2名様が埋まって残り1名様になってます。なので受けたいなという方はぜひお申し込み早めにしてくださいね。ちなみにちょっと時間が5時間コースなんですけども、結構まあいろいろお茶飲んだり着替えてたりすると6時間超えてしまうので、そういった時間のハードルと、あとはそのちょっとこう割と豪華なコースなんで金銭的にちょっときついなって方には、2回に分けて受け上げるようにそういった調整もしてますので、ぜひそういったコースの分割っていうのもぜひ使ってみてくださいね。それでは秋の陰陽五行ゴールデンドロップの目的を見ていきたいと思います。秋は陰陽五行では白金って呼ぶんですね。なんとなく秋ってなんか透明感があるので、なんか白金っていうとそんな感じするかなって方も多いんじゃないかなと思います。ちなみに金と書いて陰陽五行ではゴンと呼ぶんですよね。でゴンに対応している体の部位としては肺、呼吸器ですね、それから皮膚、でそれから腸ですね。こういったものを司っているんですね。でこれらは全てこう体と外界を守るためのこうバリア機能の要でもあるんですね。あとは結構デトックスする臓器でもあるんですよ。例えば肺といえば呼吸をして二酸化炭素を吐き出しますよね。酸素を取り入れて二酸化炭素を吐き出します。それから
皮膚っていうところなんですけども、これはやっぱり外界からこう隔てていますよね。で、毛穴を通して汗を出したりするんですけども、毒素も出していきます。で、よくこうアトピーの方だったりとか、あとはそうですね、湿疹できやすい方とか、ジンマシンとか、まあ、いろいろこう皮膚にサインが出ることってありますよね。でもこれ皮膚だけに問題があるわけじゃなくって、私たちのこう内臓とか、そういった内側にある毒素を出してくれているっていうわけでもあるんですね。あとは体温調整とも関係してますね。そして腸ですが、まあ、第二の脳と呼ばれていますよね。こう腸の、その腸内細菌の環境が良いと、もちろんこう排便もすごくいいと思いますし、やっぱりそれだけじゃなくって、こうすごくストレスとかも緩和していくと思うんですね。皆さん経験あると思うんですけども、なんか排泄した後って気持ちすっきりしませんか？多分そういったところともつながっているんです。ただ結構秋になると日照時間が減ってしまったりするので、結構秋うつを発症することがあるんですね。で、そういった時に、その腸がこう健康な状態だと、セロトニンっていう、こう安心ホルモンを分泌してくれるので、秋うつの予防にもなるんですよ。なので結構腸を整えることって、こう精神的にも非常に大事なものなんですね。で、まあ、今ちょっと皮膚のお話が出たんですけども、今回使いますプラチナのお化粧品ブブをこのコースのために実は取り寄せました。で、これなぜすごく重要なのかって言いますと、皆さんプラチナは聞いたことがあると思うんですけど、金属って液体にすることって難しかったんですね。で、今までロックフェラーの研究所とかも研究してたんですけども、まあ、研究費をこう莫大に投資してもなかなかこう開発できない、すっからかになってしまったんだそうです。ただこれを開発した社長はすごくこうある意味では神様の啓示に従ってやっているので、もう財産は何言ったんですけども、でもなんかこうちゃんと成功しているんですよね。ってことは本当に神の意図にこう作られたものなんです。で、このプラチナっていうのはどういう特徴があるかというと、やはりこう体の酸化を防いでいく、まあ、電位を放つことでそういったことが可能になるんですね。で、やはりこのバリア機能の回復を24時間ほどサポートしてくれるんだそうです。なので、まあ、こういったスキンケアラインを使うこともおすすめですね。また飲み物としてもこう取り入れられるものがありますので、まあ、それを本来なら飲むんですけども、ちょっとお体にレインドロップみたいにちょっとドロップしていこうかなと思っています。で、そしてもう一つですね、白金の白。秋は大根とかカブとか、ネギとか、白くてちょっとこう辛みのある食べ物がいいって言われてるんですね。なので、まあ、そういった意味でも、まあ、白金って呼ばれています。そしてたまたまなんですけども、このプラチナも白金なんですよね。江戸時代ではプラチナって呼ばずに白金と呼んでいた歴史があるそうです。で、プラチナ電位、あとは酸化や老化を防ぐと言われています。で、こちらのプラチナは、まあ、いろんな巷のプラチナ化粧品の中で一番含有量が高いですね。というのも、ここの会社が化粧品会社とか、あとは医療関係にこのプラチナの成分を液体化したものを提供しているからなんだそうです。なんでこう
うん、あんまりなんかこう一見商売機がないなっていう感じの会社なんですけど、やっぱりそういったところにたくさん必要としているところに卸してるからなのかなっていうのを感じました。投稿員が見られちゃうんですね。で、どういったところかっていうと、主に血液ですね。血流が悪くなってしまうんです。そうなると酸素や栄養を運ぶことができないですよね。それからやっぱり水分ですよね。むくみやすくなってしまいますね。またこう水分不足にやっぱり乾燥してなっていくので、皮膚が乾燥しやすかったり、便秘になりやすいっていうのが秋なんですね。それから気の流れですね。やはりまあ秋うつっていうように気がどんどんこう弱まってきてしまったり、うつうつしやすいので秋うつになりやすいって言われています。で、特に女性はこの血液が結構、不足してるというか、鉄分が不足してますよね。もちろんこれは生理があるからなんですけど、日本って結構その血液の基準が、そうですね、鉄の基準が結構低くなっていて、本来はアメリカでは貧血される数値だったりするんですけど、見逃されてるんですね。で、これが結構不妊症とも関係してるんですよ。なので結構血流って大事なんですね。それから水分、やはりこう巡らせていくこと大事ですよね。で、やっぱりこう出す、で、気もやっぱりこう循環していく、こういったことが重要になっていくので、こういったセルフケアの方法や、またクラフトを作ったり、そしてコースでお体をお手入れして、秋を整えていきましょうというような狙いになっています。それでは、今回の秋の陰陽混尿ドロップの、コースをご紹介させていただきますね。まずやはり皆様大好きなゴールデンドロップです。ゴールデンドロップはレインドロップよりももっとこうさらにエーテル体とかアストラル体とかこうオーラ体に働きかける、結構エネルギーの高いオイルを使っているんですけども、こうレインドロップは肉体を整えた上 でなおかつこういったこうゴールデンドロップは結構聖書に出てくるスピリチュアルなオイルなので、結構エネルギーがすごく高いんですよね、もともと。なのである程度整っている人の方が受けることをおすすめしています。で、ゴールデンドロップはレインドロップに比べると結構呼吸器系とか免疫系のオイルがすごく多いなって思うんですよね。なので本当に秋にすごくこう呼吸って大事って話したんですけど、免疫とかなんで、すごくこうすごく相性いいんじゃないかなと思います。あとはそういったね、ゴールデンドロップ以外にこういったロールオンを使ってこう脳のストレス、秋は結構鬱になりやすい季節でもありますし、あとは季節の変化でこう自律神経が乱れやすいのって特に春と秋だったりするので、まあ、そういった意味でもこうそうですね、例えばこういったワンドなどを使ってこう後頭部とかをこう優しく刺激していって、でこう脳のお疲れをリリースしていくっていうのにはすごくいいんじゃないかなと思います。で、それからやはりですね、秋はこういったシナモンいいですね。秋冬は、よく経費とも言われているんですけども、シナモンはすごく体を温めてくれますね。こういったこう CBD オイル、ヘンプオイルをお背中全体に塗布していきます。このオイル今ちょっともう販売してないんですけども、すんごいこう結構希少価値なんですよね。で、こういったオイルを体に塗布していって、かなりこうリラックス感をこう促していくことになります。
あとはプレゼントですね。こちらユーカリブルー呼吸器系ですので、今回はこういったオイルのプレゼントがあります。あとはアロマクラフトを作っていきます。ロールオンですね、これ呼吸器、自分の手の届かない背中などにも塗れます。あとは腸のためのこうマッサージオイルを作ります。結構マッサージオイルって市販でも割と高いと思いませんか。あとはホワイトクレを使ってトゥースペーストを作っていきます。やはりですね、呼吸器も大事なんですけど、お口の中のこう雑菌繁殖を防ぐということも非常に重要ですね。で、足湯に角質が柔らかくなるようなホワイトクレーと、あとはお背中にですね、こういったデトックス作用に優れているグリーンクレーを、こちらもアロマを入れて作って、お背中にシップしていきます。あとはあのこんにゃくシップっていうものがあるんですけど、そちらもさせていただきますね。こんにゃくシップすることで体が温まったり、デトックスが促されていきます。あとは、今回はあのヤムリビングとはまた違うんですけども、ニュースキンさんの、ボディケアをしていきたいと思います。まあ、こういったこれも電位を放つんですけども、こちらを使って主に、呼吸器なので、こう首、肩、背中のあたりと、あとはやはりこうお腹ですよね、腸とかお腹のあたりとかをやっていきますね。あとはこう足も今回はさせていただきたいと思います。結構足が疲れてる方すごく多かったりするんですよね。で、結構この筋肉と脂肪だったり、筋肉といろいろこう、そうですね、コラーゲンの成分とか、まあいろいろ人体とか組織とかすごくこうなんか癒着しちゃってたりするんですよ。そうするとこうセルライトも浮かび上がってこなくて痩せにくいっていうのもありますし、まあそういったこう体の中の癒着を取っていくっていうのにもすごくこういったものいいんですね。こう体を柔らかくしていきましょう。あとはこちらも皆さんの手のひらから今あなたにとってベストなオイルっていうものを選定して、まあ、5本選んで背中にドロップしていきますね。まあ、合計15滴ほどになります。はい、あとはこちらのプレゼントですね。こういったのバランスコンプリートビーガンの、ソイプロテイン、こちらも体を整えていくのにおすすめですので、こちらもプレゼントします。あとは、講座もやりますね。主に秋の陰陽五行についてと、あとこちらですね、はい、ちょっと横になっちゃってるんですけど、それからもう一つはそのバリア機能ってことで、他人との境界線の引き方とか、共依存からの脱却とか、まあ、そういったことのお話をしていきたいと思います。ちょっと忘れていましたが、こちらですね、足裏用のちょっとオイルをご用意しています。足裏にはこう反射区といって壺のようなものがあるんですけども、ちょっとこうフィジカル系に私が独断と偏見でいいなと思ったオイルを塗布して、でバンドで足の裏をちょっと痛いかもしれないですけど、ツボをグリグリしていけたらなと思っています。まあそんなこんなで施術だけで、まあかなりお時間4時間くらいは要しますかね。なので、まあ、結構3時間半から4時間くらいの施術だけでも長いコースになりますので、かなりお体ほぐれるんじゃないかなと思っています。ただやっぱりお時間がないって方とか、まあ、ちょっとご予算なども応じて2回に分けることができますので、ぜひそういったサービスも考慮してみてくださいね。で、最後に音叉を使っていきます。こちらは土星の音叉ですね。で、もう一個が マーキュリー水星の音叉です。これは体の免疫力とか、なんかそういった機能をこう活発にしていくとか、代謝を上げていくっていった、そういった組み合わせなんだそうです。まあ、残念ながら日本では
メディカルには使われていないんですけど、アメリカではそういった音叉ってこうメディカルなものとして使われているんですね。あと私たちが肉体に転生するときは、土星の定着するところと、あと水星っていうものがすごく関わっていくので、こうお体にすごく響かせるにはいい組み合わせだなと思っています。まあ、例えばこんな風に交差することもして、響かせることもできますね。こういった音を施術中に響かせて、特にこうエネルギー体の方を整えていきたいと思います。秋の陰陽五行ゴールデンドロップ、ちょっと長くなってしまいましたが、いろいろご説明させていただきました。秋に整えて、夏の疲れをとって、冬も元気に過ごせますように。ぜひ皆様のセルフケアの、お助けや、もしくは体のお手入れで、皆様が元気になれますこと、心よりお祈りいたします。それではまた皆様にお会いできることを楽しみにしています。次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。